皆さんこんにちは、高幸でございます。今ですね、この GS400 全バラの状態なんですけども、買った後すぐですね、発電状態ですね。一応買う時は発電状態いい数値でね見せてもらったんですけど、電圧計がついてるんでね。ただ帰ってきてエンジンかけてね、やっぱりアイドリング状態だとほぼ発電しなくて、まあバッテリーと同様の電圧ぐらいですね。でアクセルを吹かすと発電する、まあ 13.8V とかいくような状態だったので、まずですね、ジェネレーターをね交換する前に、レギュレーターをね、見ていきたいなと思って、今日はね撮影していきます。でレギュレーターをね、社外品で安いものが売ってるんで4000円しないぐらいで性能がいいね、MOSFET タイプというですね、まあ、今の世代のねレギュレーターが売ってるので、まあ、昭和世代のものよりかは今の新型のねレギュレーターにした方がいいんじゃないかということで見ていきたいと思います。左側のですねサイドカバーを外すとですね、こちらにですね、まあ、こういったフィンがついてるねタイプのレギュレーターがついてるんですけども、まあ、昔のタイプはですねかなり熱を持つんですよね。それなので最近 MOSFET というタイプが出てきているようで、まあ正規品だとやっぱり1万円前後すると思うんですけど、まあ今ネットでですね4000円の社外品の安いものが売ってるので、まあその性能がねどんなものなのかっていうことで見ていきたいと思うんですけども、はい、で配線はこのサイドカバーのところからググッと来てて、このエアクリーナーダクトのですね後ろぐらいにですねこういう黒いゴムのね筒がありまして、その中にですね3本線がね、結線されてるわけなんですけども、まあこれ見るだけでもですね、見ての通りこれ配線が焦げてるんですよ。これもダメですよね。ここの原因の可能性もあるわけですよね、発電不良はね。なんでね、まずこの配線も直して、レギュレーターの方もね新しいものに変えてっていっちゃいましょうということで進めていきます。こちらですね、はい、ちゃんとねレギュレーター鈴木系5000 MOSFET 式ということでね売ってるんですね。まあ、サイズ的にかなり大きくなりそうで、ちょっと収納どうしようかなっていうね感じはするんですけど、外していきましょうか。ほう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 、はい、これがちっちゃいね、純正はかなりちっちゃい。すごいね、ど真ん中に穴が開いてて、ど真ん中で止めるんだね。線は5本線か、1、2、3、4、5なので、買ったタイプと同じかとは思うんですけど、アースがあって1、2、3、4、同じですね。固定方法が悩むね。固定方法悩むな。血栓していくだけなんですけども、この焦げちゃったね配線をまず切り落とします。よいしょ。はい、で赤は赤と血栓していきますね。はい、そして、あとの3本は一緒でしょう。血栓しまして、であと1点ちょっと、もう1本気になる線があって、これ焦げちゃってるんで、これはちょっと完全に死んでるよ。これどんな状態になってるのか、ちょっと切開します。こらちゃんと電気流れねえやろ、これダメだろ。これ
これも作り直しますと。はい、じゃあこれも修理完了。はい、これでリフレッシュ一応されましたね。まあ、これで全然電気の流れ違うでしょう。はい、それでですね、ちょっと続きなんですけども、これがですね、どうやらレクチファイヤーみたいなんですよね。で、これがね、レギュレーターとレギュレーターとレクチファイヤー一体式だそうなので、このですね GS400 の純正のこれがレクチファイヤーらしいんですけど、これがね不要になりますね。なのでこれをねちょっと取り外していきたいと思います。あって、二口になってたやつか。なるほどなるほど。はい、分かってきました。ここで分岐してたんだね、レクチファイヤーにね。で、これが、MOSFET 式なので、整流器とですね、レギュレーター、電圧調整のね、機能が一体化したものということなので、それをね、ここを外していくので、スペースが結構空くね。ここにボタニが入りそうですね。うまくやればね。はい、ということで、外していきますね。こちらのレクチファイヤーはいらなくなるということでございます。これがですね、交流電圧を直流電圧に変換しているやつですね。そして、レギュレーター、こちらのね、機能としてレギュレーターなので、電圧を調整してですね、まあ、高すぎず低すぎず調整して、バッテリーに電圧を供給しているという機能の商品、品物になりますね。これはこれでね、またちょっと使う機会がないとは思うんですけど、一応取っときましょうね、これね。はい、ということでね、こちらのレギュレーターとレクチファイヤーの一体型の交換が無事に完了しました。このね、スペースがね、空いたのがね、非常に良かったかなというふうにね、思います。こちらのね、配線ね、ギボシ処理をね、やり直したので、かなりですね、電気の流れが良くなったんじゃないかなというふうに思います。はい。あとでまたね、動画公開したいと思います。ではまたお会いしましょう。じゃあねー。